はい、おばあちゃん。時々あしゃご。おはよう。ほら、おはよう。寝ちゃ、寝ちゃわなかったな。うん。しょうか。今日は暑いな。暑い。勉強して行ってんの、毎日。行ってる。夜やるわけか。いや。そうでもないのか。一日中。え？一日中。一日中？うん。チラシ寿司？これ。ただ混ぜるだけ、やっべ。な簡単で。いいじゃん、ヒントせんな。もう、病院では、風邪って言われたんだけど、なんか良くなんないみたい。病気が悪いんだよな。うん、暑かったり寒かったりよ。この前、あれ、国立競技場、彼女、行ってきたのが、ほんで。行ってきた。で、彼女と行く予定だったんだけど、彼女も体調を崩しちゃって、そう。だから、アツシと行ってきた。あ、そうなんだ。うん。アツちゃんも行ってきたのが。うん。ああ、そっか。陽気が暑かったりと、急に寒くなったりとか、おかしくなっちゃうんだよな。みんな。で、アツシが、わたが赤羽住んでたじゃん、うん、赤羽。そうで、あの飲み屋街が有名だから、赤羽の飲み屋の飲み屋街、たくさん居酒屋さんがあるんだけど、うん、そこが有名だからずっと行きたいって言ってて、そこに連れてった。ああ、そうなんだ。うん、ああ、そっか。赤羽か。頑張って応援してたんだけど、アントラーズ鹿島、うんうん、応援してたんだけど、負けたのか。負けた。ああ、そうか。あれは何を似てるの？あれはあれか、あれ、あのわらべなすこしゅうでいろんなお湯、うん、うん、ちょっと薄くて柔らかだったのずっと着てたの、うん、たまたまこれ持ってきたら、なんかこれの方が美味しいような気がしたもんだ、今度はこれにしてっつったの、ヤクルトやる、うん、うん、ヤクルトに言ってでした。前は違うやつだったんだ。これより味が薄い、ちょっと薄いんだよ、薄かったの。でもルカが夕方一人でちょこっと来て、ママ病気なのなんて。ママ病気なのなんて言っていっちゃった。なんか風邪とかは、風邪とかは引いてないんだけど、なんかこの前ちょっと運動したら、あの、ハーハーしちゃったりとか、するみたい。ああ。うん。今日は歯医者。え？今日は歯医者。ゆいちゃん。うん。ばあちゃんさ、白内障の手術どこでしたの？あかんか。うん。片方ずつ。うん。旅行やったんだっけか、旅行やったんだっけか、忘れちゃったが、あそこでやったの。あの、窓いて、一日、5年とか10年とかやるような感じだっけな。う
私もやった時何年もやったんだわ、一週間やそこら通ったっぺな、そしたらまあまあ目は大丈夫なんだんだ、目は目の悪いね、細かいのが目の悪いね、痛いとかなかった？え？痛みとかなかった？手術したけよ、いくらかはあったようなけさ、大したことはなかったの、ちょっと麻酔、ちょっと注射やからな、あんまり痛くなかったの、ちょっと、何年前？何年前だろうな、4、5年前か、あのあれ診察機見ればわかるけど、診察機がやからな、白内障って どういう症状なの？目があんまりよ、私の場合は、やっぱり目がなんとなくこう変だから目薬だと思ってつけたらば洗顔の、洗顔だっちゅうの、中古に入ってるちょっとの、6年目でそれつけちゃったのよ、そうしたらものすごく痛くて、夜つけたんだけど、いや痛くて痛くてあそこでこうやって洗っても治んないんだわ、そんでそんなしたんで何回かかったらばよく調べて白内障だっていうわけ、そんで眼科を紹介状を書いてくれて、で好きなとこ眼科行ってくださいって言われて行ったわけ、そんでやって大丈夫、Thank you.